サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、 FC 東京が清水エスパルスと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。試合の前は気分が高揚しますね。はい、サポーターや選手たちもきっと同じでしょう。大きなクラブに成長した FC 東京ですが、当初は社員選手の姿も目立ちましたね。まだ弱かった頃のチームを支えていました。昇格への貢献は大きかったと思います。小川亮也、三田博隆、東圭吾、高萩洋次郎、縦横無尽にパスを回してチャンスを伺います。東圭吾、ロブで裏を狙います。三田博隆、ゴールキーパーがボールを抑えた。スルーパスが味方に通る。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。ファン速攻入った。早くも先制点が生まれました。ゴールシーンです。最後のパスも落ち着いていました。完全に抜け出されてしまいましたね。ディフェンスの判断が少しまずかったかもしれません。前半14分、先制点が生まれました。しっかり足元に収まります。高萩洋次郎、三田博隆、 FC 東京が攻める。ボールを裏へ上げてきました。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。このロブパスはよくスペースが見えていました。狙える位置です。これはチャンス。キーパー止めましたが、まだインプレー。ディエゴ・オリベイラ、相手を突き放すチャンスでしたが、ゴールキーパーのスーパーセーブに阻まれましたね。
積極的に攻めているようですので、同じような場面を作れれば今度は決めてくれるでしょう。ボールを失いました。素晴らしいタックルです。狙いたい東圭吾、ボールがこぼれました。クリアできるか。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。素晴らしいパス、チャンスに見えましたがオフサイドの判定です。今のところポゼッションは FC 東京が上回っています。しかしあまりに攻めが淡白なんですよね。相手を追う立場なんですから、もう少しゴールへの執念を見せてほしいです。東圭吾、相手ボールになります。森重雅人、三田博隆、前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半開始です。ファン速攻、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。カウンターも狙えます。福西さん、レアルマドリードが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。クロスはマイナス、コーナーキックになりました。さあボールを蹴った。ここはしっかりクリアしました。高萩洋次郎、小川亮也、同点になるのか。入りました。試合は同点となります。うまくゴールを守ってきましたが、終盤になってゴールを許してしまいました。キーパーも頑張っていましたが、相手の攻撃を褒めるべきかもしれないですね。できればリードを守りきりたかったでしょう。監督も苦い表情です。フレッシュな選手の投入です。攻守の切り替えが大事です。ディエゴ・オリベイラ、何かしてきそうですが、絶妙なロブパスです。入った。再び得点が生まれます。一体何点取るつもりなんでしょうか。
映像が来ました。ボールを浮かせてディフェンダー越しにパスをつないでいます。そしてフィニッシュはヘディングでしたね。立ったまま頭で合わせました。別のアングルからご覧ください。監督も厳しい表情です。早く同点に追いつきたいでしょう。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。思い通りにパスを通してきます。東京の攻撃です。森重雅人、まずはしっかりとボールをキープします。ここはボールを戻します。高萩洋次郎、何をしてくるのか。中にクロスが入った。ボールを失った。これはカウンターのチャンスです。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。小川亮也、東慶吾、見事なロブパス、タックルで止めました。スローインです。選手がピッチに入ります。膠着状態ですが、ここで集中を切らすと一気に動くかもしれません。ディフェンスが冷静に処理します。これは見事に奪いました。これはよく見ていた。いい位置です。シュート、ゴール。ゴールは認められません。副審の旗が上がっています。審判はよく見ていました。正しい判定でしたね。これでまだ分からなくなりましたね。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。このチャンスをものにして試合を確実なものにしたいですね。このパスは通らない。ここはカウンターアタックを狙うか。このパスはカットされます。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。この選手の活躍が目立っていましたがここで交代です。これを決めきれるか。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームの敗北という結果に終わりました。惜しい敗戦ですが、今日は相手が一歩上手だったということでしょうね。こういう時は負けは負けと受け止め、問題を修正し、次節に生かしていくことが肝心です。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。